ボブ・チャールズはニュージーランド出身のプロゴルファー。プロゴルファーとしては成功者の少ない左利き。パッティングの名手として知られ、プロゴルファーも支持する世界的なゴルファーである。ウェリントン地方、カータートン生まれ。父のアイバーは教師で後にクライストチャーチのカシミアハイスクール校長を務めた。母のフィギスはマーティンボロ出身で両親ともにアマチュアゴルファーとして、 高成績を残している。18歳の時に銀行に就職し銀行員となった。プロレッスンを受けることなくアマチュアゴルファーとして競技を続け、1954年11月8日に開催されたニュージーランドオープンで当時のコースレコード280で優勝。当初はプロ転校の意思はなく、その後6年間を銀行員として勤務した。 銀行員として勤務しながらニュージーランド代表アマチュア選手として国際大会に出場している。1960年にプロ転校。主戦場を北米とヨーロッパへ移す。1961年のニュージーランド PGA チャンピオンシップ。1962年のスイスオープン優勝。1963年4月開催のヒューストンクラシックで PGA ツアー初優勝。同年7月開催の全英オープンでメジャー初制覇。以後、PGA ツアー通算6勝ヨーロピアンツアー4勝を挙げた。50歳の時に PGA シニアツアーに参戦。1987年3月開催のヴィンテージクライスラーインビテーショナルでシニアツアー初優勝。 1988年と1989年の2年連続でシニアツアー5勝を挙げ、同年の PGA シニアツアー賞金王に輝く。1993年の全英シニアオープンでシニアメジャー初制覇。PGA シニアツアー通算23勝。PGA ツアー a 級シード権保持者。2010年シーズンで現役引退したが、2012年シーズンに。 シニアツアーに復帰。1972年にイギリス女王よりゴルフ界の発展に貢献した功績で大英帝国勲章を授与され、1992年に大英帝国勲章を授与された。1999年にニュージーランド女王よりニュージーランドメリット勲章ナイトの国を授与され、サーの称号を得る。2008年に世界ゴルフ伝堂入り、 2011年にニュージーランド上よりニュージーランドでは最高位となるニュージーランド勲章を授与された。2015年7月開催の全英オープンチャリティーイベントチャンピオンゴルファーズチャレンジで第2グループキャプテンを務めた。PGA ツアーハット NZ オープンヒストリー全英オープンマイナスニュースハットワールドゴルフホールオブフレームハット TVNZ ニュース ありがとうございます。